どうも。今回は天使について。つまり私について。は？いいから続けて。2008年、アメリカのベイラー大学研究チームが、1648人の成人を対象に調査したところ、55% が天使の存在を信じていたよ。ほうほう。つまり、アメリカの成人の、半分ちょっとは天使の存在を信じていると。うむうむ。研究員は、この結果にショックを受けたと。どっちの意味でショックだったんだろ。それはわからぬ。まあ天使といっても、この絵のような存在ではなくて、思い浮かべるものは人それぞれなんだろうけどね。神と人間の間に存在する何かってわけね。うむうむ。で、歴史を振り返ってみると、天使という呼称の由来は、ギリシャ語のアンゲロス。ふむ、アンギラスみたいだね。アンゲロスは死者っていう意味で、女神のイリスさんやヘカテイさんを指すこともあったし、単に死者のお仕事をしてる人間を、そう呼ぶこともあったそうな。この絵は、ギリシャの神様？うむうむ。左が、女神のイリスさん。翼生えてて、見た目はほとんど天使だね。そうだね。この絵はギリシャ神話だけど、天使といえばやっぱり、聖書関係。聖書では、いつ頃から天使が？多くの人がイメージするような、神に仕える天使というのは、バビロン捕囚以降出現する、と考えられてるよ。紀元前6世紀か。民族的な試練ということで、自分たちを守ってくれる天使というのが、意識されたのかな。そうかもねー。あとは外国に征服されて、外国の神々もいろいろ知ることになったので、ユダヤ教としては、そういう存在を神と認めることはできないよね。そうだね。そういう、異民族の神々を、天使と悪魔に仕分けしたのかな？それもあるかもねー。そして、紀元後に広まっていくキリスト教では、神の御使いとしての天使が増えていくよ。で、人間を守護してくれたり、悪魔と戦ったり、ラッパを吹いたりするよ。ラッパ。ラッパだけなんか空気違うね。世界の終末だからね。いやそういう意味じゃなくて。ちなみにキリスト教的には、天使も神様が作った存在なの？うむうむ。人間より前に作られたとされてるよ。肉体は持ってるのかね。それは意見が分かれるようだけど、天使なんだから肉体を持とうと思えば持てるのでは。ふむ。じゃあ私はやっぱりもともと天使。それはさておき。さておくなよ。天使に性別はないよ。マジでか。まあ、霊魂に性別がないのと同じか。うむうむ。なので女性っぽく書かれる場合でも、ぺったんこなのが普通だそうな。ぺったんこ言うな。こうしてしばらく、のんびり暮らしてきた天使たちだけど、ある時、とんでもない事件が。何があった？ギディオニシオスホアレオパギテイスという人が。ああ、絶対覚えられないお名前。じゃあ略してディオさんが。それはどうなの？天使の階級を考えてしまったよ。っていうか、なんでギなの？ギリシャに同じお名前の人がいて、そっちの方が先だから、そっちと区別するためで、偽物だからインチキ、というわけではないよ。そうなのね。で、その、ディオさんが考えた天使の階級とは？こういうもの。ああ。なんか、女神転生とかで見たことのある。うむうむ。大天使って、意外と下なのね。まあ、異界の呼び名としての大天使と、単に、すごい天使っていう意味の大天使は、別なのかもしれない。ふむ。大天使ミカエルがこんな下とは思えないしね。で、この天使の異界は意外に人気で、現在まで残ったというわけ。まあ、人間はランキング好きだからね。ではまず最上位、四天使から。どれが四天使さん？この、四人浮かんでるのが四天使。おう。なんか顔だけに見えて、親近感があるね。そうだね。四天使の火は、火が盛んに燃えるという意味で、神への愛と情熱で、体が燃えちゃってるそうだよ。意外と熱血天使なのね。で、三対六枚の翼を持ってて、二枚で頭を隠し、二枚で体を隠し、残り二枚で飛ぶそうな。ふむ、これ、体隠れてるのかな。ずいぶんちっちゃく見えるな。ヨガの達人かも。いやキリスト教なのでヨガはやらないでしょ。ヨガの目的は神様につながることだから、四天使なら喜んでやるのでは。そうなのか。ちなみに、四大天使と言われる、ミカエル、ガブリエル、ラファエル、ウリエルも、ミルトンの失楽園では四天使とされてるよ。やっぱり大天使では主任みたいであれなのか。あと、ルシファーも四天使だったけど、打点してしまったそうな。ふんむ。ルシファーさんも元はこんな見た目だったのか。いや、ルシファーさんは12枚の翼を持って、光り輝いてたそうな。ルシファーさん翼多いな。続いて起天使、ケルビム。天使らしくない頭部が見えますが。
地天使は、人間、獅子、牛、ワシの、4つの頭を持ってるそうだよ。すごいな。天使というより、それ以上いけない。4枚の翼と、4つの車輪を持ち。車輪。体には無数の目があるそうな。邪眼の力を舐めるなよ。いや邪眼じゃないでしょ、天使なんだから。神様は、アダムとイブをエデンの園から追放した後、エデンの東に、見張り役として地天使を置いたそうな。それで目がたくさんあるのか。地天使にはこんな絵もあるよ。って、怖。いや怖いでしょこれ。怖くないよ天使だよ。ふむ。まあ顔だけっていうのには、親近感があるね。うむうむ。では次、ザ天使ソロね。ソロなのね。複数形でスローンズ。ふむ。なんか、やれやれみたいなポーズだね。神の玉座を運ぶ天使だそうだよ。玉座が重いのかな。神様の椅子だからね。それでこんなポーズに。肉体を持つ天使の中では最上位なんだそうな。ほう、肉体があるのね。ただ、たくさん目がついた燃え盛る車輪、っていうわけのわからない姿に書かれることもあるよ。おう、天使に見えない。なぜこんな姿に。神の戦車を運ぶということなので、車輪なのでは。ということで次は四天使ドミニオンズ。上から4番目だっけ。うむうむ。神の主権を広めるから、四天使と呼ばれるそうな。ふむ、神様すごいよって宣伝する天使かな？多分ねー。ただ、最後の審判で不合格になった人間を、滅ぼすのも四天使だそうな。怖いじゃない。ということで次は力天使、バーチューズ。パワー。間違いやすいけど、力天使はパワーじゃなくてバーチャー。そうなのか。長州力さんと関係が、ね、速攻否定かよ。でもなんで力天使なんだろ。バーチューなら特天使とでもすればいいのに。何か深い事情があったんでしょ。とりあえず、良い人に勇気を与え、力を引き出してくれるそうだよ。ふむ。それで力天使。あと、カインさんが生まれる時に、サンバを務めたそうだよ。サンバさん。人類初の出産だから大変だったんだよ。力ずくで引き出したのか。神の力で奇跡を起こしてくれるそうなので、その意味でも力天使なのかもしれない。ふむ、人間をいろいろ助けてくれるありがたい天使なのね。はい、次の天使。パワー。こっちがパワーなのね。うむうむ。天使の中では、最初に創造された天使なんだそうな。へえ。そして最も調和的な天使。それなのに悪魔との戦いでは最前線を務める天使。調和的な天使が悪魔の一番近くにいたら。それで、一番打天しやすい天使なんだそうな。おう。ルシファーさんが神から離反した時、最も多く付き従ったのはノー天使なんだそうな。おう。ということで次は、上から7番目だね。ケン天使、プリンジパリティーズ。ゴン天使とも読むよ。お名前からして。ゴンベイさん関係？いやそれどんな関係？地上の権力を象徴する天使だよ。地上の権力は、天使の階級ではかなり下なのね。国とか都市を守護するよ。そして、権力者を監視するよ。で、善悪をはっきり区別する天使。曖昧は許さないのね。日本人向きの天使じゃないね。ということで次は大天使、アークエンジェル。これは、さっきみたいでは。いや大天使の絵がなかったので。ミカエルさんとかがいるじゃない。ミカエルさんとかは本当にこの階級なのか。まあとにかく。大天使の特徴としては、まず、女祭のような格好をしている。女祭。ふむ、イメージできない。翼は2枚で、神様と人間の連絡係としてよく現れる。よく現れるのか。会ったことないけど。マリッペは魔女だから会ってもらえないのでは。魔女じゃなくて魔女っ子だよ。似たようなもんでしょ。そして、天使軍の兵士として、群れをなして悪魔と戦うよ。確かにミカエルさんは群れをなすって感じじゃないね。だからもともとのすごい天使っていう意味での大天使と、6世紀初め頃に、ディオさんが決めた旧階級の一つの大天使は、別物なんだよきっと。ふむ、ディオさんの影響か。そして最後に普通の天使。いやなんでぐったりしてるの。人間のお世話に疲れたのでは。一番下だからこき使われてるのかな。会社で言うと一般社員だね。でも私たちを守護してくれてるよ。それで疲れたか。さて次に、有名な天使を見ていくよ。おう、ミカエルさん。天使といえばこの方。なので、人名の元にもなってるよ。ふむ、みんなミカエルさんなのね。ミカエル・ジャクソンさんだったのね。うむうむ。知事はミカエルさんだったのね。うむうむ。カノーミカエルさんだったのね。それはどうかな。ミカエルさんは、剣を持って甲冑を着込んで、戦う天使のイメージで。特に、神に反抗した悪魔の軍団と戦って倒す話とか。
ふーむ。右はおじさんを踏んでるけど、左はドラゴンっぽいものを踏んでる。とりあえずどっちも悪魔なのでは。この、悪魔の軍団を率いたと言われるのがルシファーだよ。スーパーナチュラルで見たから知ってる。それはまた別のお話では。ルシファーとミカエルは双子というお話もあるけど、その話は出どころがよくわからないらしい。ふむ。この通り、悪魔を容赦なく打ち倒して、地獄に落とすミカエルさんだけど、イスラム教だとちょっと違ってるそうで。ほう？イスラム教ではミーカールと呼ばれて、エメラルド色の輝く翼に、全身を覆う赤い体毛。毛深いのね。その体毛一本一本200万の顔。いや、それは怖いでしょ。でもキリスト教のミカエルさんと違って、ミーカールさんは、地獄で苦しむ罪人を見ては、日々同情して悲しんでるんだそうな。見た目は恐ろしいけど心は優しいのか。ちなみにミカエルさん、昔は日本の守護天使だったよ。昔はって、今は違うの？今はザビエルさん。いや、天使じゃないし。守護聖人だね。なるほど。日本はザビエルさんに守られてる。次、ガブリエルさん。祝福のお知らせに参りました。の人ね。まあ人じゃないけど、いろいろ伝えてくれた天使だよ。マリアさんに受胎告知をしたのもガブリエルさん。いきなり妊娠しちゃったやつね。あと、イスラム教では特に重要で、預言者ムハンマドさんに、神の言葉クルアーンを伝えたのもガブリエルさん。ほうほう。イスラム教ではジブリールと呼ばれるよ。ふむ、ジブリさん。610年頃、瞑想中のムハンマドさんは、突然金縛りに襲われるけど、その時ジブリールさんが現れたよ。そして一言、嫁。嫁？嫁。何を？ということでその後、23年かけて、ジブリールさんはクルアーンの内容を伝えてくれたそうな。ほうほう。ということで次はラファエルさん。ああ、YouTuberの。違うよ。どう見ても白いお面とかしてないでしょ。よく見るとフードも被ってない。いやよく見なくても被ってないでしょ。ラファエルさんは、癒し系の天使だよ。ほうほう。ヤコブさんが天使とレスリングして、サブミッションで関節を外された時も、治療してくれたのはラファエルさんだそうな。それ以前に、天使とレスリングできるヤコブさんがすごいわ。ここまでの3人が、三大天使と呼ばれるよ。あれ、ウリエルさんは？カトリック教会では、以上の3人以外の天使に名前を付けることは、推奨してないらしい。なんでや。聖書聖典に名前が出てないからとのこと。おう。でもやっぱりウリエルさんは見ておかないと。おう、なんかイケメン風。エノク書では、ノアに洪水の危機を知らせた天使とされてるので、ウリエルさんは、気象や自然現象を司るとされてるよ。ふむ。じゃあ台風が来た時はウリエルさんにお願いしないと。一方で、髪を冒涜する者は、容赦なく永久の豪華で焼き、髪を敬わない者は、舌で吊るして火炙りにするよ。いや、ウリエルさん怖すぎでしょ。見た目イケメンなのに。モンストだと美少女化されてるけど。あと、天使と戦ったヤコブさんの話があったけど、その天使はウリエルさんだった、という説もあるよ。ふむ、グラブルのウリエルさんのイメージなら、いかにもレスリングしそうだ。この絵を見ると、力比べで余裕を見せてるように見える。そうだね。で、ウリエルさんが外した関節を、ラファエルさんが治療してあげるのね。きっと近くで見てたんだよ。と、四大天使を見たところで、本日はこれくらいにしておきましょ。まあ、天使っていっぱいいるからね。じゃあちょっとウリエルさんとレスリングしてくる。じゃ。いや、剣術専門じゃなかったの？なんでレスリング？ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。